常が俺を呼んでたね。知らないんだから。すいません、なんかどうやら証券の作り方間違ってたあんだけ嘘情報をちょっと俺すげえうめえから茨城はあのやり方なんです。茨城はそうです。茨城はごとにあるほら、うん、まず量がさ量が違うやん全然違いますよ。これでいける全部入ります。でもここまでは一緒だよ。ここまでは一緒だよ。こうやって刻むんだって素材を殺してましたよ、素材ね。やってくださいよ。もう広がり広がりが待って待って、こんな広いサークルが土手のサイズが違った土手のサイズ違うな土手のサイズが違う。あー、うまい。お先味噌固まりだ。青を入れてどうだ溶かしていきます。おお、すげえ。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。綺麗な取って。これはもう。あれもう。あれ一回一回混ぜてたよね。いや、茨城の人はそうや。ほんま茨城の人は。だって放置するやで、ここから結構。すぐ混ぜない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 。色が変わってから。全然違うでしょ。全然違うじゃん。なんかごめんな。いやいやいや、まあ、最後の部分混ぜていただいて。おお、はい、ここで今の感じね。今のぐらいでなんかまとまりが。ほら、うわすごい。これでめちゃくちゃうまそう。しかもそんなザクザクに切らないんだ。そうです。倍ぐらい時間使ってる。何や倍ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。もうね、北海道の匂いしたね。北海道感じたね、今。北海道の味噌ラーメンとか書いてないんですよ。北海道の味噌ラーメンとか書いてないんですよ。北キツネが俺を呼んでたね。呼んでたね。そんなことあるわけない。呼んでたよ。え、すごい。味噌ラーメンの味する。うまい。でしょ。すごい。そうなるんですよ。そうなるんですよ。俺がふりしてたんやからさ、みんな味噌ラーメンの味するとかって喋んのやめてや。俺がそんなわけあるかいとか言ってさ、やってんねん。やろうや。やっていきましょうよ。味噌ラーメンの味ちゃんと。いやいやいや。5人の中で一番怒ると怖いと思うんですけど、ジョージロー、ジョージローはもう何するかわからん怖さ。そっちの怖さ。いや何もしてないじゃん。普段怒んない人が怖いよね、やっぱり。確かに。翼とかが怒ったらどうなるのかとか想像つかなくない。それで言ったら翔平もつかない。翔平かな俺。え？翔平さでもさ結構普段さ。別に言わんタイプやん、なんか思うことがって、うん、でも爆発したらさ、結構ズバって言うやん。あ、だからそんな時とか、あやっぱちょっと怒ると怖いんかなっていう。なんか、入った時に翼がさ、逆にこう結構年離れてんじゃん、うん、あ確かに。で、なんかここと会った時に誰が一番怖かった。あ逆に確かにね。
めちゃめちゃ貯めるやん。めちゃめちゃ貯めるやん。え、だめ。え、そうで。マジ？怖がってるもん。怖がってるわ。そうでしょ？やめなよ。食いしん坊お化け怖い。食いしん坊お化けって言ってんの裏で。そうでしょ？本当本当。裏では。裏で。最初は、はい、なんかあんま無口だった。無口やった。最初本当に喋んなかった。だからどういう人なんだろうって興味はあった、興味あったけど、なんて話をしてたの、わかんない。なるほど。話しかけづらかった。今は最初は証言さ、やっぱさ、ジョニー・デップとか結構好きやからさ、多分そういうジョニー・デップな雰囲気出してたのかな。恥ずかしい。恥ずそれで裏で食いしん坊お化けって言われて恥ずかしすぎるやつ。初めて入ったら、入った時やっぱ陽次郎の目が怖すぎた。あんな眼光鋭くさ、いや俺のストロングポイントだから、そこはギラついた目でさ、自分どっちの方。そんなアプローチした俺。そんなアプローチした。あの時の陽次郎は嫌やったね。な、厳しいもんがあってな。君も番長って言ってないよ。いややったね、あの時は。ギラついてはいたよね。ギラついてはいたかもしれない。みんなね。みんなで。でも確かに最初の頃なんか負けたくないというか。ああ、まあ、今でもあるけど。ありますよね。確かにそのビリビリしてた。うん。ビリビリ。まあじゃあ一番怖いと思うのはまあ証言か。証言やね。怒ると一番怖そう。